結構緊張してると思います。やっぱりいつもこう動きとかもちょっと違いますし、まあ、何よりこんなに広い水槽に入れるのも彼にとって初めてですし、もうこういうガラスの水槽っていうのも初めてだと思うので、どこまで泳いでいいのかとか、他のアザラシがいるっていうのももちろん初めてなので、初めてだらけで本当に今かなり緊張していると思います。餌を与えて、まあ、緊張しているのをちょっとほぐしてあげようかなと思ったんですけど、それより緊張がかかってしまってちょっと餌を食べてくれなかったんですけど、